なんか彼女と別れて落ち込んでる人みたいな顔してる。彼女と別れて落ち込んでんだよ。わかるかな、この気持ちがどういうのか。わからないわね。私失恋には縁がないから。原因は些細なことから口喧嘩。お前は口うるさい。もっと相手を気遣え。売り言葉に買い言葉。言葉のあやなんだけどな。まあ世の中広いんだし、そのうちいい人見つかるわよ。ほら世の中は半分は女だし。そうか、あでもそんな話といえばこんな話もあるわよ。どんな話？あのね、友達の友達から聞いた話なんだけど。はい、ちょっと待って。何？友達の友達っていうことは面識のない人ってことでしょ。面識のない人から聞いたっていうのは変な話じゃない？言葉尻捉えないでよ。そう？だって気になるし。あのね、私は友達の友達が友達に話したことをその友達から聞いたの。また聞きしたわけね。で？でね、その子にも好きな彼がいたんだって。今まで会った人の中でその彼こそ一番相性が合う気がするわとか言ってるのよ。相性ね。そしたら実はその彼、ね、男ならもうちょっとシャキッとしなさいよ。男じゃなかったんだって。本当に？本当よ。ちょっと不可能よね、付き合うの。不可能じゃないと思うけど。あんた本当言葉尻捉えるの好きね。そう？だって気になるし。何でもなくて、言葉そのものにも不思議な力があって、それを言霊っつうんだよ。で、力のねえ言葉はすぐに消えっけど、力のある言葉は喋った後も消えずに残るんだって。あー。で、そいつが言うには、今の世の中余計な明かりが多いから言霊が見えなくなってしまった。聞いてる？なあ、あれどれ？あの魚。あれ生きてんだよな。よし、今度は俺の話を聞け。あら、3日前のことだ。その日も俺はこの席に座ってたんだよ。そしたらさ、絵の中の魚が消えてんだよ。なんか勘違いだろ。ほら、周りにこんだけたくさんの絵が飾ってる。別の絵と間違ったってこと。確かにそれだけで炭は勘違いと思ったかもしれないがな、問題はその後。こう、その魚が泳いでたんだよ。なんだよその顔。ネタじゃねえって本当の話。いやマジで。ちょっと待て、これは本当に本当の話、フィクションじゃねえぞ。実はなんか欠点があったりするのよね。本当に相性が良かったら欠点の一つや二つ気にしないわよ。そうじゃなくて致命的な欠点。例えば実は男じゃなかったとか。ね、それ本当の話？本当よ。やっぱ女はうるさい。女は女は若造が名前聞くんじゃないの。若造はお互い様。あら、私見かけほど若くないの。え、何よ。女が自分で言うか、そんなこと。そんなことってどんなこと。え、いや、だから見かけほど若くないとか。そういえば失恋には縁がないとも言ってたな。あれも変だ。しょうがないでしょ、本当のことなんだから。おかわり。あの魚の絵だ。なあ、見に行こうぜ、魚。近くで見たら分かるかもしれないだろ。魚？ああ。マジだって。なあ、すぐそこじゃねえか。ちょっと、ドア。なんでだ。はい、どうぞ。そんなに珍しい？あそこの人。そう。ほら、うるさい。いや、彼女らは多分私の話をしているんだと思うけど。若造に気を使ってくれてるわけ。あ、そのうちいい人見つかるか。な、たとえ欠点があったとしても相性が合えばそんな欠点の一つや二つ気にならないんじゃないかな。そんな相手はなかなか見つからないと思うけど。そっかな。
君とか相性あるんじゃないかな。今まで会った人の中で君が一番相性が合うような気がする。あんた重症だわ。全然わからなかった。は？あのイーゼル見える？あれ見てきて。え？お願い。違うわよ。人間型のロボットはロボットって言わないの。何それ。だからそれはロボットじゃなくてアンドロイドっていうの。そういうオチか。本当なのに。んなことあるわけねえだろ。本当なのにな。ああ、水のことだね。話だから。なあ、どうして俺に見せてくれたんだ。その人間が危害を受けるのを目視してはならない。私には人間を助ける義務があるってこと。何それ。ロボット工学の三原則。助かったでしょ。精神力言葉数足りなかった。いや十分。ありがとうございました。